質問に答えるぞのコーナー。えー、YouTube 運営してるとですね、コメント欄に質問がつきます。で、それに関してちょっと今日は答えてみようというふうに思います。ですね、えー、一番よくある質問。第1位。1ヶ月1万冊もどうやって読むんですか読んでないから。ね、皆さん、ここ、ここ見てください、ここ。ね、えー、月300冊から1500冊の読書をすると書いてますよね。 ひとつき一万冊読めたらいいなです。はい。これですね。あの、いろんな人が、な,なんでここに書いてるのにそう思うんだろうっていう、ひとつき万冊っていうこの名前の方が強烈すぎるのかなうん。というわけですいません。ひとつき万冊読めたらいいなです。あの、ひとつき万冊読んでるぞではないです。はい。えー、まあこれ、もうちょっと細かく言っとくとですね、月三百冊というのがですね、あの、まあ 今日何冊ぐらい読んだか ?15、六6冊ぐらい読んだんだけど、あの、まあ、そうするとだいい四450ぐらいですね、300から500ぐらいかな今は、えー。元気な時は1500冊ぐらい読めるんですけど、これ、あの、私、他の動画でも喋りましたし、YouTube の説明欄のプロフィールにも書いてるんですけど、うつ病になってですね、そうするとやっぱ頭が疲れるんですよ。で、 そうするとあんまり読めなくて、で、だから、あの、今は300から500ぐらいですね。だからまだそんな本調子ではないと。1日50冊ぐらい読めるようになったら、まあ、あの、ちゃんと読めるようになったんじゃないかなというふうに思います。はい。ちょっと待ってね。よいしょ。窓を閉めました。まあ、ほいでね。 えーあ、あのー、どんな本を読んでるんですかっていう風に言われるんですけど、今日読んだ本を無作品に挙げてみましょうか。はい。あのね、あ、そうそう、その前にですね、えー、っと、質問してくれた人の名前を読みましょう。まさこつ、つぶく、つぶくまさこさん。1ヶ月1万冊も読んでるに、毎日ほとんど毎時間、えー、当動画をアップしている。それも面白い動画、睡眠時間はという動画がありますね。はい。えー、当然、 ちゃんと寝ております。はあんまり寝てなくて、6時間半くらいかなです。あんまり寝てないですね。でも昨日10時間でしまいました。ちょっと昼寝が長かった。だから1日7時間から7時間半くらいは寝ないとですね、私ちょっと調子悪いんですよね。だから今日はちょっと調子悪い。 き、まあ、昨日10時間寝いっら、まあいいかっていうふうには思ってるんですけどね。なんで、えーまあ、そういう意味ではですね、どれぐらい寝てるんですかって言われたら、7時間から7時間半くらいは寝てるというふうになります。で、あとこの雅子さん、あの毎日ほとんど毎時間面白いっていうふうに言われて、それはあ非常に嬉しいですね。でも、あのすみません、この人もあの1ヶ月満札って呼んでます。1月満札じゃないんです、あと月満札なんですけど、それは理想です。 一月満冊読めたらいいなっていうあ、あ、マイク当たっちゃった。えー、理想です、ただの。で、あと、なんか、結構ね、あの、なんか知事に対してあ、ね、よくハッシュタグでさ、小池知事寝ろとか、吉村知事寝ろとか、なんかそういうのの、あの、つながりなのかどうかわかんないんですけど、しっかり睡眠とってくださいっていうコメントが結構多くてですね、えー、ちゃんと寝てます。はい。寝ているので、えー、大丈夫です。あの、皆さんご心配おかけしておりますが、大丈夫です。で、 あとよくある質問でどんな本を読んでるのかですけど、今日読んだ本を言うと、えー、こんなウイルス感染症、猛威を振るうウイルス感染症、ね、えー、あと、新型コロナウイルス、新型コロナウイルス関係の本、であと、これはこれらの本ですけど、あ、こっちはね、えー、感染地図で新型コロナウイルスの真実、まあこれ読み直しですけどね。 であとは、あと、このあたりですよね。これも一応、今日、あの、コロナウイルス関連の、コロナウイルスの今だからこそ読もうみたいなあの本をあげたんで、こういうコロナウイルス関連多いですね。え、あと、なんか、このあたり。このあたりうん、しん、なんか、これはどっちかってムックですよね。文春とかが出してるムック系のやつ。あ、文春こっちか、こっち。とか、あと、こういうのを読んで、まあ、こういうの、ムック系はね、あんまり冊数に私入れないんですけどね。 であとはなんかこの歩くだけでウイルス撃退とか免疫力でウイルスに勝つとかっていう本とか。で、そういうのが多かったんですけど、他にあのウイルスに関係ない本で言うと、宇沢博文さんのあの自動車の社会的共通費用と、えー、自動車の社会的費用と、えー、社会的共通資本、この岩波の本、この二つを読み直したり、あと、あの、 えーっとですね。えー、っと、この本を、えーっと、あの、その、読みまして、えーっとっていうスピーチや会話の、えっとがなくなる本っていうのを、えーっと読みましたっていう、えっとの本です。はい。こういう本とかね。あと、その、うん、睡眠のネタが多かったんで、ちょっと睡眠について復習するために、スタンフォード式最高の睡眠っていう本を読んだり。あと、私のこの好きな本をちょっと今日読み直したんですけども、あの、オイゲンヘリゲルさんの弓と禅というこの本ですね。あの非常にこれは面白い本ですよ。スティーブ・ジョブスの愛読書。 こんな感じの本を何冊か、こう、何冊かっていうか、今日何冊読んだんだろう。12、13、14、15、16、あと他にちょっと、ここにないやつとかも含めると、17か18冊ぐらいかな今日は。はい。で、え、漫画はですね、含めていません。漫画を入れるとですね、多分、めちゃくちゃ冊数が、 増えてしまいますね。はい。今日も、あの、日曜日だったんで、ぼーっとしながら、iPad の入っている Kindle で、ワンピースのビッグマム編から和の国編に至るまでのやつをこずっとぼーっと見たりとかをしていましたが、えー、漫画に関してはこの月300から1500冊には入っておりません。はい。なので、えー、そういうのが、あのー、まあ、やっぱり読どうなん、1ヶ月1万冊どうやって読むんですかっていうふうに、 な本が多かったんですけどね。えー、まあそういうの以外でも、あの、寝てくださいっていうのはありますけど、大丈夫です。寝てます。私。寝ないとこんなに頑張れないです。うん。他にも結構コメントがついてですね、えー、非常にありがたいなというふうには思いますね。うん。なんで、あの、質問とかくれたら、あの、こうやって、まあなるべく動画で回答しようかなというふうには思ってるんですけど、あの、1ヶ月1万冊目読んでるんですねとかっていうのはですね、 あの最近、中国の新聞になぜか私、取材を受けまして、中国の新華社っていうところがあってですね、そこから、その記者からですね取材を受けたんですけども、なんか4月23日がなんか読書の日、なんか著作権の日みたいな、なんかそういう日らしくてですね、それにあたってコメントをください、1ヶ月も1万冊読むなんてすごいですねみたいなことをね、こう言われて、いや、1ヶ月、書いてるよね、書いてるよね、こ だからすみません。あの、私、あの、元気な時は月1500冊で、まあ、最近は300から500冊ぐらいで、で、漫画を入れると、まあ、2000冊から3000冊ぐらいですかね、みたいな話をして、それでもいいんですかって言ったら、あ、大丈夫です、ということで。なんか、おすすめの本は何ですかとか、あと、なんか、このコロナウイルスで外出自粛が広がる中でのおすすめの本と、この YouTube チャンネルを見られる、あの、分数は増えましたかっていうふうに言われて、 ああまあ、だいたい10倍ぐらいにはなったかな、とかっていう話とかをして、で、記事に載りましたっていうふうに言われてみたら全部中国語で、なんだかちょっと翻訳して読んでもちょっとよくわからなかったんですけど、新華社って大きいところなのかなっていうふうに、あの、調べたら、なんか結構でかいところで、え、なんか、中国、なんかちょっと怖かったんですけどね、あの、中国共産党最初にできた、あの、機関みたいな感じで、おーみたいな。うん 毛沢東とか紹介してたらどうなったんだろうとかちょっと思ったりとかしたんですけど、おすすめの本何ですかって言われたんですけどね。あの、どんな本を紹介したかは、新華社の記事を頑張って中国語で皆さん読んでみてください。はい。いやーでも、この取材の依頼って不思議なところから来るんですよね。本当に。私はこれ断ったんですけど、すごい、まあ、すぐ前でもないな。何年前だ。何年ぐらい前かな。うん。 三年ぐらい前にあの取材を受けたのは、あの、教新聞からも取材を受けましたねで。取材を受けたんですけど、それは断ったっていう話ですけども。なんか不思議な、あと不思議なこところからコメントが来るで言うと、結構、あの、宗教団体からコメントが来ることが多くてですね。えー、例えば、コーランを紹介とかね、えっ、ー、と、新約聖書を紹介とか、あと、新蘭の、あの、書を紹介するとかっていうことをやるとですね、結構なんかあの、それと、 その、あの、例えば、コーランはおかしいとか、えー、いや、聖書のここは変だとかっていう人をですね、結構ちゃんとした宗教団体に属してる人からの、あの、質問っていうか批判 <laughs> とは来て、え、見てんだっていう。このチャンネルって、なんか、再生回数の割にコアな人に届いてるんだなというふうに、最近よく思いますね。うん まあ、あと、なんかよく言われるのが、なんでそんなに毎回、えー、まあ、ありがたいことですけどね、あの、さっきもコメントにあった、あの、面白い動画撮れるんですかっていうふうな質問があったんですけども、まあ、それは、多分、アウトプットとインプットの、量だと思うんですよね。アウトプットは、もう私、7年間くらい、こう、YouTube でずっと喋り続けていて、で、さっきもね、えっ、ー、と、紹介しましたけど、 なんかこの例えばね、こうやって、あスピーチ、えー、っととか、うーあーえー、をなくす本とか、あとなんか YouTube の,の再生回数を上げるためにはどうすればいいかとか、YouTube で受ける動画はどんなんだとかっていうのも、こうちゃんと本を読んでですね、こう,あこういうのがいいんだなとかっていうふうに思ったりして、ちゃんとやってるんですよ。で、さらに、それ、それの本だけじゃなくて、ニュースもいっぱい読んでるし、えー、さらに、えーま、新聞だけで多分四五詞は読んでるし、で、 あと本も大量に読んででしょで、そうするとインプットをたくさんして、で、さらにそれをアウトプットで出すっていう行為をですね、もう多分 YouTube だけど私、7年ぐらいやり続けているので、逆にあの、7年間もそれだけ本を読んでですね、で、さらにこれだけ喋る練習をしてですね、ここまで面白くなかったら、向いてない。どう考えても。と思います。なんかね。 子供向けに塾の先生とかやってくださいとかっていうふうに言われて、いやー、俺不登校児やしな、そんな向いてないと思うなっていう、学校の授業を教えるとか向いてないと思うな、俺は。とかっていうなんかコメントとかもあるんですが、まあ、楽しんでいただいてるということは非常に嬉しいですよね。うちのチャンネルってね、あの、特徴的なのがですね、えー、す視聴維持率っていうのがすごくいいんですよ。もう皆さんが見てくれているおかげですけど、 だいたい20分くらいの動画だと60%くらいが見られていて、で、えー、40分とか50分の動画も4、50%くらい見ていただいてるんですよね。でそれをざーっと鳴らすとだいたい、今どれくらいだったかな。今月のあの YouTube Analytics でね、見ると平均時間っていうのが書いてるんですけども、1動画あたりですね、えー、っと、再生時間。 13分5秒というふうに書いてあって、これ結構いい数字らしいんですよ。知り合いの YouTuber とかに話すと結構いいっすね、みたいな感じで言われてて。視聴回数はだいたい毎月で多くて最近だと80万回、少ないと60万回くらいなんですけど、これが多分、あの、普通の60万回とか80万回まあ要するに、うちの動画って最近20分尺が多いじゃないですか。ね、でも、 多分、えー、普通の動画、チャンネルとか見てると10分尺とか、あと5分ぐらいの動画とかって結構多いですよね。だからそれに比べると、YouTube のアナリティクスを見てると、総再生時間を見るとですね、再生回数に比べてかなりの分数が多くて、えっ、ー、とね、今月この直近28日間で見ると、総再生時間が732万分なんですよね。で700 七百三十二万分通と、七百三十二万分を六十で割ると、十二万二千時間。これを二十四で割ると、五千八十三日。でさらにこれを三百六十五で割ると、十三点九約十四年。つまり私はこの、こうやってね、恐ろしいことですよね。こうやってマイクでの前、こうやってね、カメラの前でこうやって喋ってるのが、この二十八日間で、 14年間分どこかで私がこう、喋ってることを誰かが聞いてるっていうことですよね。やべえ。やべえわ。ちょっとなんか、恐ろしくなりますよね。なんかちょっとこう、なんか、ネクタイぐらいした方がいいのかなとかってもう思うんだけど、あんまり服にもこだわらなくなっちゃったんで。うん いや、なんで、あの、まあ、本当にみんなが、あの、読書というね、こういう結構固いネタ、あとニュースとかでも結構、その、難しく取り上げるじゃないですか、あの、法律の条文読んだりとかもするので、それをちゃんと見る人たちが、それだけいるんだな、っていうことは、こう、なんか読書の可能性っていうのをこれからもづなんか伝えていけるというふうに私は、こう、非常に手応えを感じています。まあ、今日読んだ、あの、感染地図という、ロンドンのね、150年前の疫病が流行った時の本、 もう、にも書いてましたけども、やっぱり最後は、あの、ちゃんと知性、科学、理性に基づいて、えー、やらないとダメで、迷、えー、信とか信じてると、とんでもないことになるっていうふうに書いてたんで、やっぱコロナウイルスがこうやって流行ってる、今も結構迷信なんか、あの、コロナウイルスに感謝したら、ブラックホールにコロナウイルスが吸い込まれて、ありがとうみたいなことを言ってる人とかの動画がなんか、めっちゃ伸びてたりとかすると、なんか、うん。 で、こう、なんか、微妙な気持ちになるんですけど、まあ、みんながね、しっかり読書するようになれば、そういう迷信系も減っていくんだろうなぁと、そうすると日本もちょっとはマシになるんじゃないかなっていうふうに、そう信じて、私、この動画チャンネルを運営しております。まあ、なんで今日はちょっとね、えー、みんな、あの、コメントをいっぱいしてくれてるので、えー、質問とか、よくある質問系のやつをちょっと答えさせていただきました。で、あとね、あの、 え最近ね、YouTube の、あの、ちょっとこれは私の運営している中での小ネタなんですけども、あのー、最近ね、これはやっぱあの、成功体験によって人は間違えるんだな、というふうに実感したことがあってですね、私 YouTube の、あの、この配信の仕方をですね、本で勉強してたんですよ。本で。一生懸命本で読んでですね、YouTube のやり方みたいな本は多分ほとんど読んでると思います。だけど、違うと。 最近気づきまして、当たり前ですよね。事件は現場で起きてるんだってことですよ。YouTube の再生の仕方とかね、再生回数を上げる方法っていうのは、YouTube で成功してる人の YouTube で見るっていうふうに私思いまして、これダメですね。私も知らず知らずの間に、この本ばっかり読んでて本に全部書いてあるとかって思って、これは良くないっていうふうに思って、YouTube で成功してる人の、 やつをですね、こう何個も、なんかチャンネル登録の増やし方とか、YouTube の再生回数の上げ方とかっていうのを、こう最近こうよく勉強してる。だとか YouTube の公式な動画とかとかを読むとですね、読むじゃねえよ。<laughs> あの、見るとですね、へーって思ったのが、あの、パクリネタをやりましょうっていうふうに書いてあって、あ、なるほど、じゃあパクろうと。こう、清水さんのいいところはすぐ素直に実行するところなんですけども、どういうことかというとですね、こうなんか再生回数が伸びている話題、 を、こう、そのサムネの雰囲気とトピックだけを、こう、パクって、中身はパクってはいけませんと。ね。で、そのお題で、え、要するに自分の知識でこう喋るっていうのをですね、こう最近やって。だからそういう意味ではちょっと今までにはないテイストの動画が最近上がるようになったらそれのせいなんですよね。やっぱり、あの、それで最近パクって試してみたっていうのがですね、あれですよ。あのー、 バカは搾取されるっていう、あの、勝手に自分の中でバカ作シリーズっていう風に言ってて、1個と2個撮ったんですけど、やっぱ40分間くらいある動画なんですけど、みんな18分から20分くらい維持、視聴維持率があってですね、しっかり再生されてて、へーって。で、コメントも多くて、あ,あ、みんな見てくれるんだっていう。これ、私、これ盲点でしたね。自分の中で、あの、こういうのは、あの、やったことがなかったんで、 でもやっぱみんなが見たがってる動画ってことですよね。で、そういうのを自分の知識な、内容はパクっちゃいけないんですけども、こういう傾向があるものに、こういうふうにみんなが見たがってるものを自分の知識でこう喋るっていうのは、 これはこれでありなんだなというふうに思って一つ勉強になりましたね。うん、なんかやっぱりパクリなんてどうなんだっていうふうに、やっぱりたくさん本読んでるんだったら自分の中でオリジナリティをとかっていうふうに思いましたけど、まあ、そういう動画もこれからも撮っていくんですけど、なんかたまにはそういうのもありだなと。あの、2020年4月から、えー、同一労働、同一賃金、えー、働き方改革、あれもパクリ系ですよ。うん。他にもなんだっけな、パクリ系結構あるんですよね。 最近ここ何個か撮ったんですよ。同一労働、同一賃金とバカは搾取されるは間違いなくそれですね。あとコロナウイルス自粛不要論 VS 自粛必要論っていう動画もなんかそういうのをっがあったんで、えー面白いか、面白いなと思って私も言ってみましたね。私、あの、基本的にあの、個性というのはパクったぐらいでは消えないというふうに思ってるんですよね。 でなんかよくそのパクリは個性が消えるとかっていうふうに思っる人多いんですけども、本当の個性っていうのは別にいくらパクローが、いくら他人の真似をしようが消えないもんだというふうに思っていますんで、まあ私のキャラってよく強烈だというふうに言われます。で、実際に会うと市民さんって優しい人なんですねとかって言われるんですけど、えじゃあ動画で伝わってる俺ってどんな人やねんっていうふうに思ったんですが、まあそれは置いておいてですね。あの、まあどれだけ、 パクっても、基本的には個性というのは出るもんだというふうに思っていますんで、そういうパクリ系のやつとかもこうやってみたりとかして、今日は、あの、みんなの質問に答えるっていうのと、YouTube の最近のこの方針とか、そういう感じでこう喋ってみました。まあ、どっちにしろですね、あの、読書の素晴らしさを伝えていきたいと、読書をしていたらニュースはこんな風に見れるよとか、なんかそういう視点で話をしていきたいなというふうには思っていますので、 え、これからも、あの、ぜひ見ていただけると嬉しいなというのと、いつもまあコメントをね、していただける方とか、あの、いらっしゃって、本当にどうもありがとうございます。もう皆さんがですね、こう見てくれなかったらですね、単に私このカメラの前で喋ってるだけの変な人ですからね。はい。なんで、本当に皆さんが見てくださってありがとうございます。というふうに感謝申し上げております。本当にありがとうございます。今日も読書。 ひとつき万札清水です、えー。今日も見てくれてありがとうございました。えー、ひとつき万札は皆さんのカンパによって成り立っているチャンネルです。カンパ以外にもですね、私が安富さん、東京大学の安富さんと一緒に復刊した、えー「複雑さを生きる」という本、こちらを買っていただけるととても嬉しい。これからも読書のチャンネル続けていきたいと思います。